はい、どうもゼヌダルクです。トギで今回もコールオブデューティーモバイル早速ね実況プレイやっていくんですけども、本日次のシーズンの事前アップデートが入りまして、まあ一応今ってこういう形でシーズン13だと思うんですが、まあそれがどういうわけか次ね、まあシーズン1に逆戻りになるということで、まあまたこちらのコミックの方でなんやかんやあるんでしょうね。まあ一応ねこれネタバレもクソもないんだけど、一番最後にほらこういう形でゴーストさんが死んじゃうんよ。はい、こういう形でね、もう主人公みたいなキャラクターが、だからまあタイムトラベルというかね、タイムリープして飛べよーってやって、こう世界線変えるんかな。だからスタインズゲートの世界線になるのかなって僕の予想なんですが、一応次のシーズンこういう形でシーズン1ということで、背景はこれ近未来都市かな。まあコンセプトは COD モバイルに合ってて非常にいいと思うんですが、あの次追加される武器がまさかのね、その BO3 とかその IW の近未来系銃ではなく、なぜかねその冷戦銃コンセプトということで、まずこちらアサルトライフルの、はい、 FR55 こと、ファーマスですね。はい、こちらダメージが41なのでピースキーパーと同じか。あれ待ってこれ同じになってんな。多分これバグだね。全く同じ性能になっちゃってますが、こちら、MW のファーマスですね。はい。で、お次、SKS が追加されます。こちらちゃんと性能変わってるんだけど、ダメージが72ですね。代わりに命中率とか射程距離はちょっと低いのか。まあ、こういう形で一応ね、変わってきております。だから多分、胴体2発キル、必勝ワンパンかな。なので、はい。EBR と XPR は死亡しました。お疲れ様です。はい、っていう形でね、待望の、レンスナらしい武器が追加されます。いいね。ただ、こちら両方とも、冷戦時代の武器なんで、ちょっとこの時代背景に合わないよね。ギャップを感じるよね。はい。で、一応ね、明日からのバトルパスの方で FR556 が無料追加なので、多分 SKS が15日後ぐらいのミッションで追加だと思うんですよ。まあ、そういったところ、一応こちらね、バトルワイヤルの方に先行追加されてるらしいので、両方とも。ちょっとまあ、今回は SKS を題材に先ね、見ていこうかなと思います。はい。ということで、これからもね、Call of Duty モバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。はい、ということで、恒例の元ネタ紹介、こちらが MW の SKS ですね。もう形もこれまんま同じなのが追加されますので、おそらくまあガンスミスもね、今まで通りこちら MW から丸々パクってくるんじゃないかなと。で、一応バレルの方がですね、まあ今まで通り全く同じ感じで、射程距離アップのバレルが2種類。まあこういう形で2種類あって、ラスト1種類が M 速度アップ系ですね。代わりにそのハンドが上がるみたいな。まあこれもいつも通りかな。で、あとストックは結構面白くて、まあこういう形で、見た目がね、このウッドストックタイプになる、もう昔ながらの SKS タイプと、こちら、PUBG とかで多分登場する SKS かな。はい。タクティカル系のね、SKS ですね。で、あと最後はその切り詰めたソードオフストックってことで、こちら3種類が追加されます。で、あと弾丸が結構面白くて、まあ、こういう形でデフォが20発なんだけど、30発の拡張と、あと10発っていうね、まあ、取り回しとか移動速度がめっちゃ上がる代わりに弾数が少なくするっていう。これさ、普通につけることによって強くなりそうじゃない？ね。で、あと、まあ、スライハンドつけて爆速リロードみたいな。まあ、それ以外は特に目星のはないので、そこら辺はまあ、あとは普通の SR かな。うん。はい、ということで実際 MW の方で見ていくんですけど、どうですかね。まあ、ザ・ SKS って感じですよね。いや、このチャージングハンドルめっちゃおしゃれよな。はい。ハンドとかこんな感じですね。まあ、レーターはそこまで速くはないかな。まあまあけど、マックスマンで言ったら速い方だよね。やっぱ問題はその EBR と XPR と比べてどっちが強いかってところだと思うんですけど、まあ一応 MW 自体はこれ、マークスマンの覇権を取ってたというかね、EBR を買ってましたから、そう。実際こっちの世界戦では EBR ボロ負けしてたんで、まあそういったところ、楽しみですね、追加が。はい、ということで、早速こちらね、ちょっとバトラーの方で使っていこうかなと思います。はい、ということで、早速、バチバチ打ち合えるこちら、アロカタラズ層でね、ちょっとやっていこうかなと思います。まあ、やっぱ問題を見つけられるかどうかって話なんですけど、そこはちょっと運ゲーですよね。で、一応、レート自体は、SKS 自体43ぐらいあったから、XPR とか EBR より若干早いんですよ。だから多分、派遣取ると思うんだよね、俺の予想だと。その、レンスな枠でね。だから、マジで EBR、XPR はオワコン化になるから、まあ、そういったところすげえ楽しみなところではあるんだけど、全然ないな。いや、この状態ちょっと試し打ちしたかったんだよな。どれぐらいブレるか、みたいな。さあ、では探していきましょうか。ないな。FR556 あるね、そこに。よし。これ多分 FR556 でしょ。だね。まあ、こういう形で一応ちゃんと実装はされてはいるんだけど、やっぱ問題のね、SKS さんはまだいらっしゃらないと。あった。ほら、これ。まんま MW と同じ SKS ですよね。いや、これ、ちょっと使ってみたいな。20発ですね。ちょっと明るいところで見よう。はい、ということで、こんな形。ほー、アイアンサイトもまんま同じ。
あ、でもブレなさすぎじゃない？マジで？ MW よりブレないんやけど。で、リロードするとこんな感じ。まあ、デフォでグリップがついてるって感じか。で、射程距離アップもついてんね、これ。あの、反動制御系のバレルかな？全然当たらへんんだけど。フルリロードして、コッキングがこんな形。いいね。そこのチャージングやったらクイッて引く感じ。おしゃれ。っていう形で、はい、ありますね。いやー、ちょっとアイアンで使おうかな。グリップとさ、この反動制御バレルつけるだけで、だいぶ、あれですね、ブレ減りますね。ただまあやっぱ問題は、その、弾数10発とか、その、一番短いバレルつけて取り回しとか、エイム速度ガンガン上げて、まあどんな感じになるかっていうところだと思うんですけど。まあけど本当にあれだね、SR っていうよりか、マークス、ザ・マークスマンみたいな、レンスナーみたいな感じで、多分追加だと思う。オッケー、ナイスキル。おるな。そこです。ナイスターン。あー、キルパク。刺さってるところ失礼するぞ。オッケー。まあけど非常におとなしいですね、思ったよりも。いた。プレイ。ナイスー。なんか使った感じすげえおとなしいんだけど、やっぱマークスマンっていう枠だから、ちょっと取り回しがね、ムムムっていうところあるかな。どこ？おった。腰打ちだ。プレイ。まあけどさ、この火力というかこのレート力あったら、全然ね、その腰打ちマグレワンパンショットみたいなことも全然起きそうだから、まあ、そういったところ、かもなく、不可もなく、みたいな感じでしょうか。はい、すいません。ちょっと先ほどの試合ね、ちょっと自分でカットしてて、いろいろと編集してたら、S ケースにスタビライザーついてたんですよね、これ。そう、反動制御っていうのはついてたんで、ちょっとこれ抜きで、まあ、どれぐらいブレないのかっていうのを改めて見ていけたらなと。で、プラスね、ちょっとこちらレール乗っけて、はい、バイスコ乗っけた状態で、まあ、マークスマンライフル運用っていうのも、ちょこっとだけね、やっていこうかなと思います。はい、一応今これ、拡張マガジンつけただけですね。まあ、それでも、ブレは、まあ、なんかちょっと左右ブレというか左斜め上に2、3発が行くかなぐらいで、まあ、比較的初段はなんかま、真ん中ちゃんと行ってくれてるかなって感じですね。縦ブレはほぼないので、まあ、横ハンドをちょっと強化してあげたらすごくおとなしい銃になるのかなと個人的には思います。なるほどな。反動制御つけたらこれぐらい変わるんだ。盲点だったな。ちなみに反動制御ありで見てみると、あ、まあ、それでもか。さっきと言うて、ただまあやっぱアイアンと違って今これバイスコ乗っけてるから、やっぱまあブレやすく感じちゃいますよね。うおー。けどやっぱさ、その構えてからのそのエイム時のこのカニ歩きすっげー遅いんだよね。わかるこの感じ。これ一応全速全身でやってるんだけど、いやー遅いなーこれはこれで。やっぱそこら辺先ほども言った通り弱点として、その取り回しが悪いっていうのがここに当たってくるところだと思うんで、そういったところまあ悪くはないよね、バランス的には。めちゃくちゃぶっ壊れかーって言ったらちゃんと弱点あるから、ぶっ壊れることはなさそう。お、スタビライザーのさ、金ゲットしたから、これつけて撃ってみっか。あー、わからん。まあけど、今一応ついてるのが、この、マークスマン、射程距離操作性安定性がアップで、グリップだから、まあ言ったら、ストックもさらにこっからね、まだまだつけられるし、ね、グリップ、ハンドグリップの方ですね。まあそっちの方でも反動制御つけられるから、まあ本当にね、無ブレにすることは多分できそうっちゃできそうだよな。そう、まだアタッチメント2個でこれだから、そう、マズルとかも変えて、あとは特殊アタッチメントどれぐらいあるかってところだけど、どうなんだろうそこら辺。なかなか難しいところですよね。おった、敵逆に1。ねー。オッケー。はい、ということで、今回ちょっとね、SKS 使ってみました。まあ一応オチの方というか締めの挨拶は取ってるんで、よかったらね、このまま引き続き見てください。はい、ということで、今回こちら SKS ね、使わせていただきました。まあやっぱ取り回しがね、まあマークスマンって感じなんで、これはアサルト運用みたいなことはなかなかね、難しいと思いますが、まあ一応レート自体は、まあここら辺の EBR とか XPR より断然早いので、まあ、そういったところ、一番その AR に近いような SR というかマークスマンみたいな形ですよね。うん。本当にまあマークスマンっていう枠がね、ぴったりなこちらの13、ちょっと追加が非常に楽しみです。はい、ということで、これからもね、Call of Duty モバイルの動画上げていきますので、ちょっと待って。今見たんだけどさ、レベルが4に上がってる。やったね、さっきのでレベル上がったんだ。まあ、こういう形、事前的にレベルも上げられますので、よかったらね、皆さんやってください。はい、ということで、これからもね、Call of Duty モバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。